どうも、テアスポンマズです。こんばんは。ということで、今日はバスケで、身長190、180、280の3人がいるわけですよ、ここに。VS 現役中学生バスケ部、ほぼ現役の人たちが、まあ、7人いるわけですよ。身長がものを言う競技じゃないですか、バスケって。身長さえあれば、中学生のガキどもなんて、いやいや、いろいろボコせるじゃないかと、3人でも、3対7でも。やったよ、ということで、お湯やろ。今日はね、中学生をボコしていきたいと思います。よっしゃ、スタート。さあ始まりました、テラパン VS 中学生7人ですね。はい、早速兄貴が仕掛けていきました。はい、さあもう打ちました、シュート。はい、まあ入らない、まあ入らないですね。まあまあ序盤はね、はい、このざまよというセットをいただきました。さあここでスリーポイントシュートですか。入るんですね。入るんですね。この赤いのはちなみに純の弟でございます。やり返す、早速。だが入らない。ちょっと勘がね鈍ってますね、このブランド。さあまたスリーポイント。あ、これはこれは入る。お、身長生かしてリバウンドが。これが身長だと言ってましたね。まあまあまだ3点差なんでね。はい、兄貴がボール持っている。さあどうする。もう7人もいるとね、もうね本当に中に入り、おっとこれは入らないんですね。これも、まあ、なかなか入らないんですよ。なかなか点が取れない。さあ、おっとこれ同点になるか。果敢にスリーポイントシュート。おっと、自分のリバウンド取れないんですね。取ったのにちょっと奪われるっていう。いや、なかなかうまいですね、この中学生。おっと、これでちょっと本気出して、おっと入らないんですね、これも。さあ、おっとこれスリーポイントシュートか。入るんですね。入るんですね。顔面からでも入るんですね。うまいですね。6対0。もう多いんですよね、数が。多いんですよね。さあ、ここで純の弟。いや、うまい。完全に兄貴を超えてきています。うますぎる。もう兄貴ハンドリングは覚えついてないですね。あ、ゴール下こうだ、入らないし、はい、トラベリングですね、ここで。まあこうだよね、素人ですからね。そしてこれも入る。この子がうまいんです、スリーポイント。さっき画面外から決めたのもこの子ですね。3本中3本という、AI 並みの記録ですね。そうですね。おっと、ここで負けじ対抗。でも入らないんです。本当に入らないです。楽そうなんです。本当に入らないです、シュートが。もう本当に砲台が、砲台がフェイントに引っかかりすぎですね。で入るんですね、レイアップが。さあここで順が攻める。これはさすがに入らないんですね。リバウンドも取れてないというね。さあここで、あ、この子ですよ、うまい。シュート精度がやばい。入ります。彼は AI ですね。 AI なんでね、もう人間とは違うんですよね。人工知能が入っております、ね、はい、精度が。さあここで兄貴シュート打つか。打った、ま、入らない。さあリバウンド順が取った。入らない。入らない。これはどうだ。これはさすが入らない。これはどうだ。これはさすがにこれは入るな。はい、さあ入らない。リバウンド取り、これも入らない。入らない。そしてリバウンド負けをしていると、相手チームも思わず転んでしまいました。転んでるの僕たちですね。相手チーム何人か、2人ぐらい。あ、マジか。ここで初得点。ここで初得点ですね。こんなあっさり決まってしまうんですね。やっと2点を獲得したテラパンチーム。点差は10点以上でしょうか。いや、うまいな、純の弟、さすが。おかしいですね。さあ、またこの子ですか。スリーポイントシューターですね。まあ、AI は放っておきました。AI はもう 100% ですからね、精度が。さあ、ここで純くんの弟。これスリーポイントですね。はい。はい。終わり。負けました。俺負けでした。ありがとうございました。いやー、負けとれた。いやー、俺3年ぶりやし、バスケ。俺も13年ぶりやし、うん、まああと4日寝てないしな。あ、そうそうそう、俺5日寝てないし、なんか足くじ取るし、うん、もう右肘粉砕骨折しとるし、なんかちょっと親とかもちょっとなんか体調悪そうやし、あ、まあ、なんか、うん、なんかシューズもダサいし、うん、まあ乾杯ですね。ボロ負け。